こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドアです。ということで今回はこちらフォキシーランドをプレイしていきたいと思います。 PC 版ということでね、本作さらわれてしまった彼女を救い出しに主人公のキツネが旅立つというものになっています。横スクロールアクションゲーム、パズル要素もあるとのことでプレイしていこうと思います。今ちょっと気になってるんだけど、この時計と時計っぽいものとこちらにね、なんかフルーツのマークが出てるんだけど、どういうことだろう。フルーツはショップでの買い物かな。ここにありますね、ショップ。お、なんだろうこれ。ちょっと物試しに、これをこれなんだ、これアクセサリーかな。パンツ、ほほ、おう、一体これ何なんだ。よくわからない、よくわからないが、まあいいだろう。なんか物が変えると。ではプレイやっていきましょう。このタイムは何かな。この時間以内に彼女を助け出さないとリセットされるとかかな。やっていこう。ということでステージ1、こうやってステージを選択するんですね。了解した。ステージ1ローディング。お、操作できるようになった。あ、やっぱそうだね、あの帽子は多分先ほどのやつだね。 Welcome。 右と左ボタンを押して動こうと。了解した。2段ジャンプが最初からできるね、主人公。素晴らしい。A ボタンを押してジャンプ、2回押すことでダブルジャンプだとのことだ。サクサクと動くね。よいしょ。宝石が何のために役に立つのかわからないけど取っておこう。ああ、ジェムをすべて、宝石をすべて入手することでそのレベルをクリアすることができる、そのステージを。なるほどなるほど、これでステージクリアになるのね。X ボタンでエクシット、 B ボタンでリスタート、 A ボタンで次のステージへ、次のステージへ。うんうん。下ボタンを押すことで階段を、階段じゃない、はしごを降りることができるぞとのこと。ああ、こういうものを下ボタンを押すことで降りることもできるよと。お約束のね。そうですね、足場を受けることができる。レバーを使用することで秘密の扉を開けることができるぞ。あ、気をつけて、このブロックたちはちょっと脆いからねと。よし、クリア。まあ、チュートリアルだからね。ということで NEXT。 この細かいよね、このドット絵が動くのが綺麗だな。あれどうやって撮るんだろう。俺ではできないぞ。ジャンプ力が足りない。そして向こうに行けないぜ。攻撃などもないんだね、単純にクリア。おっと、やっちまった。ああ、せっかくの俺の集めていたサクランボが、サクランボをなくしてしまった。攻撃などができないんだね、今作は。こんな感じでステージをクリアしていくゲームなんだね。パズルとかシンプルイズベストな感じだとは思うけど、どうやって撮ろうかな。だよな、死んじゃう。死ぬとこちらに飛んでくるのか。スキップ、リスタート、スキップっていうのがあるんだ。この難しいステージであればその難しいステージ自体をスキップして進めることができるよっていう機能かな。やべえ、あの宝石ほんとどうやって取ろう。あそこの、あの中央にある宝石取らないといけないんだけど、結構難しいですね、位置が。ここで、この足場というか、やっちゃった、もう無理だ。このちょうど宝石がある場所にツタがあるじゃないですか。あそこのツタに主人公が自分下に行きたいのに自動で引っかかってしまうので。よいしょ。本当あれはどうやって取ろうかな。
わお、ちょっと一回死のう。ちょっと一回死のう。シビア。これか。これを使用すると何か取れるようになったわけではないな。でもあそこに引っかかってしまうのが辛い。あの宝石取るしかないんだ。やっぱり落ちてちょっときついな。このレバーを動かしたらどうなるんだろう。動かしたけど特に何も変わってない気がするんだよな。あ、この足場が生まれたのか。なるほどなるほど。そうか、落ちて取るわけではなかったんだね。ということで NEXT。 カエルだ。踏み潰せる。あ、潰せる。ちょっとできるかなって思ったんだ。お約束のね、ちゃんと倒せたぜ。ただ、あ、復活するんだね。で、復活したやつはサクランボを再度落としてはくれないようだ。だね。当たり判定がちょっとシビアだな、トゲなどの。オッケー。ネクスト。何もないや。ここだ。おいしょ。おっと、今ちょっと引っかかったね。なんだあいつは。でかいネズミに見えたけど何だったんだろう。クリア。ネクスト。星はクリア評価なわけだけど、このクリア評価一定以上貯めると何かボーナスか何かもらえるのだろうか。少し気になったんだが、多分そんなことは一切ないような気がしないでもないが、と。それは自己満足ですよね。おっと、残り HP 何百円であと1。やべえ、宝石を1つ入手していないね。おそらく場所が分かるんだけど、あ、やっちまった。あのレバーが関連しているよね多分。リスタート。俺がどこかで見逃している可能性がなきにしもあらずだが、おそらくはあのレバーだとは思う。ちょっと一回下降りよう。ここらへん？そうだね、宝石が出現していなかったからね。なんとかクリア。ネクスト。そうでいけないんだな、これが。わお、しゃがめということだよな、ブラザー。途中で起き上がったら一体どうなるんだろうか。あ、死ぬみたい。物は試しに起き上がってみたんだけど。リスタート。間違ってスキップなんて押した日には目も当てられないぜ、これ。あ、やべえ。おっと、よし、やっと開いたぜ。これで落ちりゃいいんだな。ミスりました、ミスりました。とも、なんだろうこの死に具合。スーパーミートボーイを思い出したな。ちょっと違うけど。 OK、 あんなチェリーどうでもいい。あれ微妙にずれてるからね、落ちる瞬間が。よいしょ、落ち着くんだ。落ち着いていけばいけるはずだ。あ、間に合わないんだよ。だよね、落ち着いていけって言ったばっかりじゃないか。よいしょ。ほい、おっと、
そろキツネ君に怒られてしまうからな、ここら辺は。オッケー、こんなところにやれるか、俺は次のステージへ行くんだ。オーノー、ちょっと考えずにジャンプした俺、タイミングを考えずにジャンプした俺。この自動でツタに捕まってしまうのはちょっと嫌だな。行きたい方向へ行けないんだよね。先ほどのところとか、まっすぐ進もうと思っていたのにもかかわらず、死んでしまった。ツタに勝手に捕まってしまいましたからね。ツタに勝手に捕まるのはちょっと残念。先ほどと同じように考えなしで進むけれど、おっと、いけたいけた。おそらく後々普通にこちらに来れるのではあろうけど。おっと、おいしょ。やっとだ。チェリーが一つ残ってしまったが、チェリーは無視だ。ボス戦的なものはないのだろうか。そういえばやはりステージクリアがメインのゲームになるのだかな、今作は。なんだか分からねえが開けておこう。トラップが発動したけど、トラップ以外ももちろん何か解除されてるんだよね。そうだと言ってよ、バーニー。おい、ヘイト。おっと、危ない。残り宝石2つ。あれ、主人公、どうしたの？登ってくれないんだけど。やっと登ってくれた。あ、ちょっとコントローラーがバグってるような感じ？うん、ちょっとバグってた、操作が。あれ、俺、宝石1つ足りないんだけど。どこになくした感じ？主人公、これ。痛い。どこに取り逃したんだ？リスタート。あれ？どこに取り逃したんだろう。あそこに1本あるだろう。痛い。自ら当たりに行ってる気がする。コイルを取っていなかった？違うよね、上の方にあるのもう一個だけだよね。どっか取り逃してるな。スイッチを稼働させた後どこかにある、もう一つ。もしくはあいつらを倒したらだけど。ここほんと難しいな。外見に似合わずちょっと難易度高いと思うんだが、今作。ここだけちょっとおかしいんだよね、操作が。そこいつら倒すのはいいのさ。ただ1個ないんだよね、宝石。どこだ？ここか。こんなところが出現するとは。よし、ちょっと二度手間になってしまったが、やべ、タイミングミスった。なんとかいけたぞ。ふう、危ねえ。ネクスト。いけないよね。毎度後ろ行けるのかなっていう感じなので、ちょっと調べるんだけど。おお、あれ、降りている瞬間に触れても死んでしまうのか。これまた戻らなくてはいけないパターンだ。知っているんだ俺は。違う、こっちですよね。帰るめ。オッケー。
まだ1個足りない剣に関して。わお、今死ぬかと思った。割とミスったんだけどね、死ななくてよかったわ。クリア。いやー、びっくりした。ネクスト。オーマイガッド、俺難しい。向こう橋行くのだけでも難しい。ここは、これ本当に序盤？わ、3つ同時はやめようよ、3つ同時はやめようよ。わお、このゲーム見た目に騙されちゃダメだよ。下手なアクションゲーより難しいからね。オッケー。おお、こいつ彼女さんをさらってしまったやつと同じやつじゃないか。こいつじゃないの？わからんけど。あ、今落ちちゃダメだったんだね。落ちたら死ぬんだ。なるほどなるほど。多分何かスイッチ的なものを起動させてからでないとダメということかな、これは。スイッチか何かを起動させるんだろうな、やっぱりか。これで足場が出現したのでクリアすることができるようになったぜ。おお、ノー。おーっと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 、痛い。違う、そっちじゃない、こっち。順番がランダムにしか見えない。念のため後ろに戻るけど。戻らなきゃだろって。なぜ戻らなくてはいけないのかよくわからないが、あった。やばい。おっと、今のは死ぬと思った。正直死ぬと思った。なんでびっくりマーク。なんだって、巨大なトゲ付きの壁が迫ってきている。気をつけろ、左から迫ってきてますね。なるほど、こいつが迫って私を倒す前にクリアしろということだな。この階段周りだけ操作性がちょっとおかしくなるんだね。多分コントローラーがおかしくなるんだと思うんだけど、コントローラーの操作がね。でもキーボードでやってる分には問題ないかな。さて、なんとか開いたぞ。壁が見えないからまだいいんだけど、余裕持って進めるよね。倒せるよな。彼女さんどんだけ宝石持ってるんだ、これ。彼女さんの宝石だろ、多分こいつ。集めてるの。ノー、oh no！ でも奇跡的に下の方まで落ちなかったね、俺。ノー、奇跡その2。あ、でも、あそこ操作できねえな。奇跡が何度も起きたにはいいんだが、結局、鷹にやられてしまった。鷹なのか、わしなのか。Oh my god。 スキップを試しに使ってみたんだけど、次のステージに普通に飛んだね。物を試しに使ってみたのだが、このスキップの機能どうなるんだ。後々やろうと思えば先ほどクリアできなかったステージに行くこともできるのかな。また死んでしまった。ちょっと一回エキシット、先ほどのステージに行けるのかどうかも調べてみよう。あとショップ、でも金ないんだよな。パンツはあるけど、パンツと金関係ないね、多分ね。これそうだね、こうやって選択できるようだね。最後が27ステージということかな。現在17まで来ているんだけど、全体的に短いゲームになっているようですね。まあ、難しいからね、
最初からだからちょっと難易度が高いんだね。なるほど。それならば納得。この時間がちょっと不明なんだけど、という感じのゲームになっています。今回ちょっとね短めの配信になりました。ボス戦とか特にないからね、こんな感じで多分ゲームのどういうゲームなのか伝えられたと思うんでよろしくお願いします。ほんと下手なアクションゲームより難しい、これ割と難しいです。唯一問題点というとあれかな、あの階段を登るときのちょっと私の環境かもしれませんが、コントローラーの操作がおかしくなった。ジャンプボタンで上登ったりとかしてましたで上ボタンを押すと逆にジャンプしたりとか、ちょっと操作がおかしくなりましたね。あとはあのツタを勝手に掴んでしまうんだけど、主人公があれがちょっと残念だったかな。すり抜けたい時があったので、すり抜けたい時とツタに登りたい時とで操作が違うから、そこら辺ね変えてくれるとすごい助かるんだけど、ちょっとやりにくかったね、ツタがある場所は。それ以外はまあ良好でしたね。難易度が高い、プレイされる方はお気をつけて。さてという感じのゲームになっています。ご視聴ありがとうございました。気になった方はね、動画下記の説明欄の方に Steam のストアページを入れているはずなので、私がねぜひチェックしてみてください。さてコメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。たまにライブ配信などもやってるのでね、 Twitter の方登録していただけるとそちらの方で告知をさせていただいているので、見逃しがなくなるかと思います。ぜひご活用ください。もしよければ高評価の方もよろしくお願いします。ではまた次のゲームでお会いしましょう。ホビドワでした。